はいこんばん,はこんばんは、はいえー、根本と佐野の深夜大工、えー、25回目25回目ントントンお願いしますどんどんとお願いします <laughs> なんか根本と佐野の深夜大工ってすごい早口でいつも言っててすげえ噛んでるんだよね、うん、いつも地味に噛んでるんですよ甘噛みしてる,感じはあるそう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  <laughs> <laughs> ゆっくり喋ろうと思ってうん はいまあ25回目ですかはいそうですはいどうも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 お疲れですねいやまあ夜ですからねもう深い深い時間ですからね実はね結構そうなのここまで遅くまあまあ23時半なかなかないですねいつも9時10時ぐらいにはやってるよね大体そうなんですよね柄本君のゲームが止まらない止まらないですね 止ま,止まんないです。止止ままんんんなないいだすホグワーツとユ戯ギオが止まんないです、最近はもうずっと止まんないっ。ユー・ギオユー・ギオマスターデュエルってご存知ですかあマスターデュエルね。あそそそそう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 そ<れ> 1>, 1年ぐらい前じゃないですか、それ。そうだね、1年ぐらい前にリリースされて、やったりやめたりを繰り返してるんですけど、うん、ちょっと最近また、なんか1周年記念ですごい盛り上がってて。あ、はい。そう,そうなんです。 それで入り込んでるって感じです。なるほどね。なんかありましたか？なんかもうすごいすごいな。なんかありましたか？言えやん。もう本家ありましたか？なんかありました。足なんかそうっすね。なんか聞きたいことが一個あって。ほう。あのいやもう先週つながりなんですけどなんかバレンタインだったじゃないですか。ちょうど。はい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 。なんか もう最近の一般企業ってバレンタインどう,どう,どうなんすかもう渡すされたりするんすかいやーもう今はさリモートとかもねそもそもあるしね <laughs> うん、うん、なんかあんまりあんまりないんじゃないないっすかまあ前職とかでもな,あんまないけどね何かとなかったあ本ほんとうんあてかなんかそういうのは、うん やらないですみたいなのをなんか入社の時に、うん、<laughs> 言われた記憶があるコンプラ的にねってことね。新入社員そうなそういう風土ではありませんみたいな。そうねそうよね。うん。なんかそれ結構聞くなと思ってて、うん、そのもうなんだろうその部署で禁止しているとかもうそもそももうそういうお菓子渡したりするのもう別にいいよそういうの。 ギリとか、本当なくていいからみたいな感じに、うん、まあね、あげた渡されたお返しがみたいなのがやっぱめんどくさいよね。めんどくさいっすよね。やっぱ、うん、な,な,なくなっていく方向になってるんでしょうね、それ。うん、っていうのをちょっとまあ本当に身内だけでいいんじゃないかな。聞きたかったですね、なるほど。まあまあそうだよな。うん あと今週はそうっすねえー、っとね大学の卒生を見に行きましたおー、うん、卒生を見に行って卒生ねなんか面白そうだね卒生ってあ面白いっすよ、うん、面白いです芸術系の大学を自分出てたんですけどやっぱりいろんな学科があるんで、うん、あのー、こうなんか <laughs> やっぱ卒生ってその4年間の集大成を出すところじゃないですか あの美大の人たちからするとねでも意外となんかその四年間の集大成を出すところなんですけどなんか結構みんななんかめちゃめちゃ迷ってる感じが出てるんですよ本当になんか34年で作るものってなんかもう自分はこのままでいいのかとかなんかこのなんか社会に対するこうそうそ,うそ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 うなんかねこう漠然としたなんかね 不満とかね、うん、焦りみたいなのがすごいねんか見えるんですよ作品からそういうのがねちょっと見てていいなと思いましたやっぱりちょっとやっぱ出ますね自分もそうだったんですけどやっぱ分かるなって感じでしたうんそうそうそうでなんか久しぶりに同期とかとなんかたまたまね会ったりしておおって なんか当時は全然喋ってなかったけどまあなんか今や大人気作家になってる青川奈奈先生とかにももう同期だったんですけどあったりして青川奈奈先生ってどんな漫画,漫画家さんですか漫画家さんですねあのドラマ化したえー、っとね、えー「合コンに行ったら男しかいなかった話」っていう漫画を描かれてる先生で。うん 完全に同期なんですけど同じ大学の<ー>ちょっと在学時代からちょっとレベルが違いすぎて全く話しかけられなかったんですけど、うん、回ったら全然覚えててくれてて普通にもめちゃめちゃ楽しくあ同じ漫画家同士そう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 ,そうあ普通に楽しく話せると思ってええ ちょっと横の広がりが <laughs> 横のつながりが良 <laughs> かったですね。いな感じで良かったです。卒に行ってとても楽しい。ラジオやってるって言ったちゃんと <laughs> ラジオの話1ミリもしなかったわ <laughs>。なんでだよ <laughs> しなかった1ミリも <laughs> しなさいよ <laughs> ラジオの話はできんって <laughs>。ラジオのリスナー増やすために<で>卒園見に行ってんでしょまあまあ確かにね。いや違うけど <laughs>。<laughs> <laughs> 確かにねじゃないよ。違うよ。<laughs> <laughs> <laughs> 増やすたためめにに不況のために行ったわけじゃないから普通に呼ばれていったんですけど友達だね、うん、っていうことがありうんまあだろうねまあ純粋にエネルギーもらいつつうんあ自分も頑張ろうみたいになりますねうんかさ普通の大学まあその芸術系のじゃない大学ってさ卒業するのにさ卒論とかやるんだよねそうだね卒論とかかが,がメインなのかなの、うん まああとは理系だと卒業研究とかなのかなはい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 。うん。なんなか卒論とかって、なんかその発表する場とかってあるわけいや、えっとね、僕の大学では、うん、まあ卒論もね、やっぱりね、出しゃいい、打者いいんだけど、うん、<laughs> まあ一応評価作って。まあ打者いい、そうですよね。SA、BC みたいな。うん、うん。で、なんか、 こう氷雪とか、氷雪といのはパクリパクリとかが見つかるとは、もちろんそれはまあ大変ですけど、ね、そう,ですね、そうそうそう。あのそ、ー、そうその評価がいい人たちだけが、最後、そのなんか卒論発表みたいな、発表会みたいなので発表するみたいな感じかな。うん、まあ、その卒論を全部読むわけではない、こういうことを書いてみたいな。うん、なんか概要みたいなことをね。そう,うをそうそうそう、発表してみたいな。ましたね そ,うそれってなんかさ俺結構思ったんですよなんか普通の大学生とその美大芸大の違いってマジでそこだなと思っていてなんか、うん、究極あの喋ったことない子が何やってるか一生わからないまま卒業していくわけやんそうだねそうじゃないなんか、うん、こうバって「私はこの作品をずっと作ってたんだぜ」っていうのがなんか卒点って 見えるんすよ、うん、もう喋ったことなかろうがなんか先輩だろうが後輩だろうがね<ー>見えるんすよ、うん、あこいつってこういう人間性だったんだみたいな作品を通してねようやく知れる場なんですけどなんかそれがやっぱり卒論ベースにやるじゃないですか普通の多くの大学は、うん、だから本当に仲いい人が何研究してるかしか分からないよね多分ね。 本当に仲いい人が何研究してるのかも知らなかった。マジかよあ本当に <laughs> あそう、うん、そうか。うん、そうだね。まあ、同じゼミの人とかは、<laughs> ま,まあまあまあ、あなんとなくそういうこと書いてるんだな、みたいなのは、ね。これ取り扱ってんだな、みたいなのはわかるけど。ぐらいわ、ま、かったけど、そう。あそう。まあ、別にゼミ以外の仲いい友達が卒論何書いてるのかとか全く知らか、ね、かんなかった。あ、うんそうなんですね。いやー、ちょっと。 溝,溝を感じますねやっぱりそこのああなるほどなまあ卒論の話なんかしないしないしないよな,、うん、なんか下と手だよな確かにそう下と手なんだよ、ね、卒論俺これ書いてんだよってめっちゃ熱く語られてもだもんなうんあーなんかちょっとしっくりきましたそれは確かになるほどねいや面白いですね佐野くんは 今週は何かか <laughs> ありましたか今週はですね、はい、えっと、久しぶりに朝まで遊んだっすね。あー、それはいつえっと、先週の、えっと、金曜日、金曜日の夜、うん、飲んでて、そのまま朝までみたいな感じで。うんうんうん、はい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 。いやー。 バチクソ遊びましたねそれはバチクソ遊んだいつぶりよだって朝,朝まですごいね、うん、朝までゲームとかはまああるんだけどさうん、うん、朝まで飲んでたってのはもう久しぶりすぎてさ、うん、いやーなんか家帰るともう胃が震えてるもんね <laughs> 疲れすぎていやお酒飲みすぎるとなんか体が震える、ね、震える <laughs> うんなんかはいお腹の中がちょっと震えるんだよなそれはもう完全に初めての現象いや割とあるあんにあるんですよ、うんうん、割とある朝まで <laughs> もうそうもう本当にまあ楽しかったけど、うん、僕あの前職の 職場の人と飲んでたんですけど、まあみんな近い時期に会社辞めてて、うん、まあ辞めてから全員で集まってみたいな感じで、うん、そうで僕以外みんな姉さん方で、3人が、4人で行ったんですけど、ねえ、まさか朝まで遊ぶとは思わんかったです、ね。やめたぜとね、<laughs> そういやもう。 めちゃめちゃ今だけっすよ、それも。本当に。今だけだね。ねいや、もうここ3日間ぐらい、それの引きずりでやられてないまあ、次の日は完全にダメなんりゃんだよ、ね、そ,れはそうね。でも、昨日は昨日で、地元のやつだと飲んでたんですよね。うんうん、あどこで飲んでたの西荻窪。ああ、西荻、あ、そう、西荻なんだ。へえ。うん で飲んで、飲んそれも12時近くまで飲んでたので、うんでまた今日も朝お腹が痙攣しながら起きて大変ですねなか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 飲んでますね、うん、お酒美味しいんだけどねさすがにねお酒ではいたことないんだよねあの吐けなくてから体がうんあ本当にそうそうなんだ吐けないんだよえ結構飲んでも吐けないんだ、はい 履、うんね、けないっていうよりもう出ちゃうような気はするんだけど割と飲んだらねあ<ー>もう勝手に拒否るみたいな俺はクソ弱いからなんか勝手に出ちゃうみたいなのはあったんですけど,ど、ね、はい、吐けないんだ履けないんだよ、ね、苦しいねそうだからずっと苦しいんですよね履いた後超すっきりするのに。 らしいじゃん、うん、すげえすっきりした顔でめ,めちゃめちゃすっきりするのに帰ってくるもんなんな <laughs> それができないはやばいねうんえなんかいつかネゲロとかしないようにしてくださいそれはネゲロは死ぬからなね突然ねあるからね、うん、全然そうっすね それをのぞく,、まあね、くと最後に、うん、なんかその一晩中飲み明かしたみたいな時っていつだったんですかあいつかないつだろう俺多分ね23か4がね最後っすねでも始発で帰ったみたいな時だよ、ね、そう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 多分ね23あ社会人1年目の終わりとかが最後だと思う多分 2>, でも2年ぐらい前かな 1>, あー1年半ぐらい前かもいやもうだから俺今やってないからさそれをてかさ、うん、そもそもね、うん、朝まで飲めるような場所が今もう少ない、ね、まあ確かに確かにそれはそうもうここ3年ねずっとそんな感じだったからね、うん、なんか意外と早く閉まるんだなと思ってお店どこもね なんその辺のファミレスですらすごい閉まるもんね全然ね都内特にそうだもんなでも冷静に考えたらさ働いてる人もそりゃ終電では帰りたいじゃんってことはそりゃそうだよなってそりゃそうよそっちの方が健康よだから今がねいいんですよ多分世の中的にはこれでいいはずうん そうですね、だからその行き場を失った人たちが、まあー横キッズとかになるわけで、うん、あー横キッズって何なの東横って何の役なんですかあ,あ東横ってあの新宿の東宝四年まずあるじゃないですか、うん、あれの横になんか広間みたいなのあるくないですかああそういうことそうあそこト横にいるなんか Z 世代のこと東横キッズって言うんですけどあそこで、えー、あそこで <laughs> あのー、ストロング缶とかを片手にだべりながら、うん、なんか始発を待ったりとか待ちぼうけするみたいなののあそうなんだやつっすねそう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 東横ってどこのことなのかなっずっと思ってたんだけどいや俺も分かんなかったけどそ、ね、あそこなのねってなって確かにいるよなみたいなとこが多分なんかこのコロナ禍で生み出されたなんか界隈っすよね多分。 その辺でたむのしちゃうみたいな、えー、まあしょうがないですよねあそうなんだそう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  <laughs> いや居酒屋居酒屋全然行ってないな <laughs> 全然行ってないえ、ねうん。全然行ってないなんか居酒屋でおふくみたいなのしたいっすねしたいっすねー いやなんか普通にしたいですあの収録とかじゃなくて全然このなんか普通にリスナーさんと喋りたいっていうのはある、ね、はいあります確かにで何かなんか本当にそこで仲良くなってそのもし有志として募ってくれたら全然あのゲストとして。 後日参加でもいいですしね、あのうん、収録に。それ、いいっすよね。やりたいっす。なんか、もう僕らも忘れてるようなことを、はい。多分覚えてたりするんだろうね。スタジオのリスナー。本当だよな。嫌だわ。もう、覚えてないもんな、まマジで。前の回。覚えてない、前の回、前,前の回とか。 もう8回目何喋ったとか言われても分かんないですもんも覚えてない、ね、かんないねそうねいいじゃないですかリスナーだったらちょっといいっすね思いますらうん <laughs> 嬉しいよね、うん、聞いてくれてるのが分かるとねあとだろう、ね、今日はあの今日はあのカプコンカップだったんですよカプコンカップ カプコンカップ何ですかそれはカプコンカップ知らないですかいや初めて聞きましたよカプコンあのストリートファイター5の、はい、<laughs> えー世界大会ですねワールドチャンピオンシップってやつですかこのそう年間を通して予選をやってた集大成そしてもう今年でストリートファイター5は終わりなんで、うん、もう ファイブの集大成をやってたわけですよ。この長い、ストリートファイブの、本当長いんですよ、多分七7年、8年ぐらい。コンテンツの集大成ですか、これは。じゃあ、<う>つまり。の、あのー、世界大会やってて。はいはい、まあ日本人がね、惜しくもね、ベスト16まで残ったんだけど、優勝はできずという感じで。 優勝はどこの国なんですか優勝はねとね、はい、えっとね,、えっと、ねどこだっけプエルトリコかなプエルトリコ <laughs>、うん、強いんだじゃあドミニカだドミニカドミニカだへ<ー>、うん、ドミニカのその,その人はね3年ぐらい前にもその世界大会優勝しててうん、うん、初めてなんだねその長い歴史の中で2回優勝するっていうのはだ2度目の覇者に そうメナード選手 <laughs> メナ RD ですねメナ RD 選手うんこれがね強くてね優勝賞金1億3400万円すごいうんうんねえ<ー>ちなみに使用キャラはこの人の <laughs> なんだ確かねバーディっていうキャラ使ったかなーバーディとルークかな多分うん いやー夏にストリートファイター6が出るんでちょっと僕はおお<ー>6ちゃんとやろうかなと思って楽しみですねそれはうん5も似、ね、てたんだけどねへ、うん、えー、それを見てたと今日はそう見ながら仕事してました、ね、仕事中に見ながらいいっすね、うん、横で見ながら見ちゃいますよねこれはも,もう6もあれですよね ワールド大会そう世界大会が今年の夏からうん、うん、始まるらしいですね。あなんですかちょっと待ってよ、そう、日曜日がね、ライブ見に行ってきたんですよ。うん、<laughs> すごい、なんか、あれ、せわしいっすね、なんか <laughs>。そう。どうは死んでるんですかどう <laughs> は死んでるんですんで あじゃあ土曜日だ土にライブってたの土曜日全部じゃんじゃあ金土日全部じゃんそう,そうそうそうちな,、はい、なみに何のいやーライブ行ってきました何のライブですか IVE っていう、うん、K-POP ガールズユニットがあるんですけど、うん、今韓国で多分もうかなり人気の若手のグループがあるんですけど、えー、はいはいはい えなんか曲は知ってるかもしれないぞ<う>アイブうん聞いたことあるかもしれない、うん、結構有名だから有名だよねいや行ってきたんよマジ可愛かった <laughs> どどちらですかそれは埼玉スーパーアリーナとかですかあとね、うん、あの港未来のピア,アアリーナっていうね <laughs> 最近できたんですよライブ会場が 1万2千人ぐらいの箱なんですけどうん、うん、そんな大きくなくて、うんね、普通に近いの、うん、いやーめちゃくちゃ可愛かったチャンオニョン <laughs> チャンオニョンめちゃくちゃ可愛かったチャンオニョンチャンオニョンが好きなんでいやちょっとチャンオニョンはもちろん好きなんだけどーあの僕はねあの 誰が好きなんだろみんな可愛いんだよな。みんな可愛いんだよなだ。みんな可愛いんんだよみんな可愛いんだよな。まあ、リーズム可愛いいし、ガウルも可愛いし、レイも可愛いし、うん。ユジンも可愛いし、イソも可愛いいし。K-POP? <coughs> 詳しいですか、割と。あー、でも。 いわゆるその第4世代って言われる今のグループはあんまり詳しくないかもしれない<ー>そのアイブとかルセラフィム a f i とかはわかるけど男性グループがね僕本当に興味なくて <laughs> まあ男性グループに興味持つの難しいですけどね男がねだからそうだね男性グループは本当にわかんないかもしれない第4世代のガールズグループはなんとなくわかるけど、うん k p o p アイドルさいいい量いない最近増えたよ、ね、やばいよねなんか増えたというかそ,うその創世紀からやっぱ時間が経ってどん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 やっぱねデビューしてくるわけですよね新しいグループがうーん,うーんまあそれは増えますよ日本だってね多いじゃない,いね。本当になんかここ3年、うん、いやなんかそれその曲聴いたことあるなトゥワイスって思ったら全然違うみたいな <え><ー>えそれ新しいみたいなのが <laughs> てか TWICE 見たくね生で TWICE <laughs> はねまあなんかさすがにね TWICE <laughs> 生で見てえわ TWICE、うん、年下なんだぜあそうなんだな何歳ぐらいのグループなんですかあれも多分ね俺らの2個下ぐらいああ 二個三個下ぐらい。一番アクセン多分五個下ぐらいかな。イブ、うん、アイブ、アイブ, <S S <よ>アイブ。多分ね、多分彼女が聞いてた。なんか隣で、隣で多分ずっと聞いてた何かしら。耳にはね、何か、<ー>何かのこと、もうずっと K-POP 聞いてるんで、なんかね。 何何聞いてたかちょっと聞いてみていやわかんい聞いてみますちょっとグループ名は分かんないですけど、うん、何何聞いてたの K−POP アイブ何聞いてた届いてないから <laughs> 届いてないからやめてくださいあと <laughs> で聞いてきますから <laughs> まあねそのアイブがねめちゃくちゃか可愛くてもう遠くだったんですよ関が言うてねでもその遠くからでも足の細さが分かるぐらい細くて

双眼鏡そう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 ,そうあれちょっと持ってかなかったねとかグラスそうかオペラグラスあそう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 ああよく聞く持っていけばよかったなねん。一<あ>人で行ったのいやあの高校の時の友達となるほど、うん、それかなるほどねアイブファンだったのね いやなんかね、うん、そのいつの友達が、うん、あのー、ファンでで今回がねファーストファンコンサートみたいなファンクラブ限定みたいな感じのくくりでで結構応募したんだけど割と当たっちゃって、うん、でまあ余っちゃったからうん、うん、その友達一緒にいた友達に 2枚あげてうん、うん、じゃあもう1枚どうしようかなみたいなんで多分高校の時から k ー p o p 好きなの知ってくれてから、うん、してくれてたんで誘っていただいてうん、うん、それはいきますとまあそうねうんいけるなら行った方がいいよねいけるなら行かしてくださいっつって言ってう、うんうん、いやーマジすげえわ本当にすごい あ紅白も出てるもんね、この、そうだよ、そうだよね。うん。どおりで、ハイブ聞いたことあるなと思って。いや、めちゃくちゃよかったわ。なんか、な、俺、俺ライブ、アイドルのライブね、いや、もう好きなアイドルはいるんですけど、その、なんか、うん、えっと、でかい箱、武道館とか、スーパーアリーナレベルの箱のアイドルのライブ行ったことなくて。うん どういう感情になるんですかそこにいてなんか「うわすげえ!」って感じだねでもまあ、ま、遠いやん、ね、言うても遠いね遠いわね,ね <laughs> 遠いんだようわーってやっぱ行ったり正直そうもう傍観者になってる席もあるんだけどうん,うんまあでもそれはしょうがないはははいはい、はいチケット運んだねそこはね,ね、うん、そうだよな いや俺も唯一、唯一追ってるアイドルが、まだちょっと、ま、だメジャーデビューしたってなんですけど、まあ、元地下で、まだ半地下ぐらいのところにいるので、まあ、全然近いところで見れるんですけど、ライブとかは。うん、それがね、でかくなっちゃってこう、もう武道館とか、本当に埋めるようになっちゃったら、いや、もうきっともう近くで見れないだろうなっていうのが怖いです、今、とても。 なななんんていうアイドルなんですかちなみに、えー、フィロソフィーのダンスっていうアイドルです。ちょっと見てみますね。そう今は、えー、っとね、あやかしトライアングルっていうアニメの主題歌やってて、うんなんかそれでもちょっと再燃したというか、なんか曲調が変なのと踊りが面白くて結構ずっと追ってるのと、多分年が近いから、なんか <laughs>。 親近感が湧くと思いながら、追ってますへ<ー>フィロソフィーのダンスぜひ、皆さんもよかったら聞いてみてください。<laughs> 聞いてみてください。なんかね、ちょっとね、クセになりますよ、フィロソフィーのダンスは。へ<ー>、はい、これは、5人グループで。そうです、何度か。もともと4人だったんですけど、1人抜けて、今、2人入って、5人になって、っていうグループで。ん<ー>何度か、ライブは行ってて。まだ全然、全然、 チケット当たるし、近くで見れるアイドルです。なるほど、はい。メジャーデビューしたのが2年ぐらい前かな。って感じですね。いいっすね、なんかこういうの応援しがいがあるね、なんか応援。応援しがいがあります、めちゃめちゃ。ね<え>なんか皆さんの推しアイドルとかも。確かにここ、ね。あったら。 知りたいっす。知りたい。てか、佐野はどれが好きなのどれ,どれが好きとか、めちゃめちゃ推してるアイドルってどれなんですか、今。ああ、めちゃめちゃ推しているアイドル。<laughs> まあ、あんまりね、アイドルにお金かけないから、うんうん、あれなんだけど、うん、最近は、なんですかね。これでも、最近やっぱ TWICE 好きですよ。ああ、結局。今更って言われるんだけど、うん、いや、普通に。結局よっていう。 かわいいよ、TWICE、うん、は。まあ、うん、でも最近はそうかな、TWICE。あ,あ、エースパーっていう4人の K-POP のアイドルグループがいるんですけど、うんうん、それは押してますね。4月にも行きますし、<ー>ないのに国立遊戯大学になったかな。エスパー。 うん、やっぱなんか2020年あたりからすごいっすねそうそう,そう第4世代なんですそ,うそうよねこのエスパも2020とかだもんねへえそうなんだ本当に俺マジで名前知ってんのさっきのアイブとトゥワイスとあとケプラーとか,かケプラー知ってんだワダダってやつだけワダダねそれだけやたら耳に残ってる ぐらいしかわかんないんで。ええやっぱ、いるよな。さっきまでね、本当にね、やたら K-POP アイドルの,あのミュージックビデオ見てたんですよ、飯食いながら。おお<ー><う>なんでいや、普通に彼女が流してて。ああ、なるほどね。えー、と思いながら。で、なんかめっちゃ思ったのが、もう1秒たりとも同じカットねえなっていうのをめっちゃ思って。うん。もうなんか、一度見たらこれ、確かに 絶対ブラウザーバックしねななと思いながら<ー>すごいなんかなんかカットといいアングルといいなんか場所といいメイクといい全部変わるやん1秒ごとにうん、うん、あれ主流なんすかねあの最近のいやーそういやでももともとやっぱ作り込みがすごいよねすごいよねなんかうんかもう PV1 個でやっぱりもう世界観の構築といいすごいすごいよね スマホで見ても気持ちよくなれるように作ってんだなとか思って見てました、めちゃめちゃ顔のドアップがこう何秒間に1回絶対入るようになってるとかねはははいいを見てめっちゃ思ってあ k p o p 勉強しようってさっきついさっき思ったんでなんかよかったです、今日普通に <laughs>。 どういう締め方なんだよそれ。K-POP の話をちょっと知りたいです、もっと。はい。いや、ちょっとぜひね。はい、PV とか面白い PV が見たいんだったら、うん、ブラックピンクとかはいいかもしれないね。あー、ブラク迫力あるから。ブラックピンクも聞いたことあるぞ。多分 PV 見せられたことあるぞ。うん、曲名わかんないけど。

ちょっと来週 k p o p 談義するかあいいっすよ全然ちょっと勉強しときます深掘りして深掘りしましょう、うん、分かりましたちょっと勉強しときますはいじゃあえっ、ー、と今週の根本と佐野の深夜大工25回目、えー、パーソナリティは根本と佐野でしたおやすみなさいおやすみなさい